はい。えー、今日のニュースは、維新ですね。またね。維新ですね。大阪維新。うん、なるほどね。どんなことがあったんでしょうか。維新市議が、納品書76万円分を自作、自分で作ったんですね。すごいですね。維新ってのはそういうところを教えてるんですかね。えー、私文書偽造の可能性っていうか、これ、私文書偽造でしょ納品書自分で作ったら。私文書偽造じゃないですか。可能性とか言ってね、ごまかして、 なんだこの毎日新聞もちょっと腰が引けてるな記事読んでみましょうか。えー、兵庫県尼崎市、えー、議会の会派、日本維新の会で幹事長を務めた、河本お、なんとか市議42歳が、42歳っていうと、まだ分別がつかない年齢かもしれないですね。しょうがないですね。えー、政務活動費の支出を証明、えー、する納品書約76万円分を量販店を装って自作していたことが分かった。簡単だな 議会事務局は私文書偽造にあたるとして調査を進めているあ私文書偽造にあたる可能性があるとしてね調査を進めているなるほど河、えー、本市議は4月20日4月20日4月20日、会派の生活費のうち250万円自作の名義の銀行口座に移したことが分かり、えー、維新市議団が調査していたうん14日市議団が市議会会派代表者会議で 河本市議はあ兵庫維新の会に離党届を出し受理されたとこれ離党届を受理するためになんか党内で処分とかないもんなんですかねまあ維新の会だからしょうがないと思いますけどもあのー、やっぱり何度も言いますけどもね大阪府民は騙せてもね大阪以外の我々日本人は騙せませんからね維新の会の皆さんもその辺よろしくメカドック。 あととはいろいいろ記事書いてまうんひどいもんですねやっぱりね大阪やりたい放題だな大阪府民はどうしてるんでしょうかねこれでいいんですかねこういった維新の会を支持しているのが大阪府の体質なんでしょうかうんこれ南の帝王でもやってきてもらわないと何ともならんですねじゃあ以上です